のまのまニュース、こんにちは。みかんの話題をお知らせするのまのまニュースの時間です。いよいよこちら愛媛でも朝晩は気温が一桁になってきました。朝布団から出るのが辛くなってきましたね。今日も遅刻してしまい上司に段取り注文が運が気に早くないかみかろがと怒られました。毎朝ちゃんと起きてくださいね。というかパイナップルが上司さんなんですね。そうなんよ、だいぶ変わっとるけどええ人なんよ。よくわかりませんが本日のラインナップをお願いします。まず1本目は愛媛みかん収穫真っ盛り、次に姫マドンナ出荷目前、そして冷凍みかん仕込んでます、最後は常務山へ行くの4本です。果たしてを収穫するのにもかなりの時間がかかるとのことです。広報担当の森も今度丸1日収穫に駆り出されるそうですよ。猫の手も借りたいくらい豊作いうことなんやね。彼女は猫の手どころか全国のみかん農家さんを巡ってきてるからきっと戦力になると思いますよ。ついでに YouTube の撮影もして公開ね。8時集合に遅れないでくださいね。それでは次のニュースをお願いします。姫マドンナの出荷が目前に迫っています。12月2日から出荷を予定しており、間もなく収穫が始まります。ちなみに姫マドンナはのまかじゅえんの登録商標、紅マドンナは JA 全農愛媛の登録商標で、どちらも愛媛菓子第28号という名前の同じ品種です。その他にも農家さんや会社によってそれぞれいろいろなブランド名で販売されているんですよ。またあんたはややこしい言葉言うね。のまかじゅえんの姫マドンナだけ覚えといたらよかろがね。毎年たくさんのお問い合わせをいただくのでちゃんと説明しておいた方がいいと思って。まあおいしいことが分かってもらえたらそいでええわい。それでは次のニュースです。のまかじゅえんでは来年の夏に向けて冷凍みかんを仕込み始めています。マイナス30度で急速冷凍したみかんを氷水にさっとくぐらせ、それを再度冷凍することでみかんの表面に氷の膜ができます。その氷の鎧のおかげで冷凍焼けを防いだり衝撃に強くなったりして長期間の品質保持ができるんですね。それにしても寒い時に冷たい水で作業して大ごとやね。みかんがある冬にしか冷凍みかんは作れませんからね。ほやけどそのおかげで夏も甘いみかんが食べれるんやけん、ありがたいことよ。ぜひまた夏にご利用ください。それでは最後のニュースをお願いします。常務が愛犬と山に行きました。そのニュースいります？っていうかそれはニュースですか？みかん屋やけんか知らんけどレモンいう名前なんよ。かわいいけど。のまのまニュースでした。終わり。のまのまニュースでした。またね。のまのまニュース。のまのまニュース。